皆さん、漫画はお好きですか？どうも、オノルポルカです。本日はホロライブ屈指の漫画好きが大集合。こちらのメンバーで一大企画をお届けしていこうと思います。盛り上がってんね。はい、皆さん、ただいま集英社さんが春の漫画の祭典春版2022を開催中です。キャンペーンをもっともっと盛り上げていくため、私たちがこれお届けしていくのはですね、こちら集英社ホロライブ出張編集部。こっちホロ、なんだそれ。もうここにね、集いし集まりしメンバー、もうなんと集英社さんから1日編集長の権利をいただいておりますわ。ついに集英社を支配する時がホロックス来たな。これは大丈夫なのか。なんか言ってるわ。一日編集長の皆さんには、はい、連載中の作品から自分が激推ししたい漫画を3作品選んでもらって、こちらの良さ、作品愛プレゼンしていただきますので、何卒よろしくお願いいたします。編集長の皆さん、もう自分のオリジナル夢の漫画雑誌を作っていただきたいと思っております。はい、やりたかったんだよね。来たぜ。よしよし。表紙をね、これ作っていただいたそうなので、早速表紙見てみましょう。こちらです。ドーン。うお、見て。なんだこれ。ぽいぽいぽい。いや、ガチやないかい。すごくぽい。本気やで。本屋さん置くぞ。本屋さんに置いてください。いや、でも並べてもおかしくないレベルのものがこれ並びましたね。馴染む馴染む。すごい馴染んでます。実に馴染むぞこれは。このオリジナル漫画雑誌、なんとなんと電子書籍として集英社さんの漫画を取り扱う各電子ストアでマジの配信されます。こちら、え、ガチで。え、そうなの。台本に書いてないです。ダウンロード数伸ばすためにもね、皆さん、あの編集長として気合い入れてプレゼン頑張ってください。任せろ、やる気が。モリ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 。では1作品ずつ交代しながら、まあ、プレゼンを皆さんにしていってもらいたいと思います。まずこちら最初にプレゼンしてもらうのは、はい、白金ノエル編集長、よろしくお願いいたします。あいホロライブ3期生、納金女騎士編集長の白金ナエルでーす。よーい、よーい、よーい。いやね、団長のオリジナル雑誌のタイトルは、まあ、少年マッスルということで、うん、まあね、団長にぴったりなパワーをテーマに作品を選んでみましたい。マッスルな漫画が揃っているということですね。熱いよ。で、まずね、団長が紹介するのはこちら。ドドドドドン、マッシュルでマッシュル。早速マッスルなものが来ましたね。そうなんですよ。マッシュルはね、2020年2月より週刊少年ジャンプで連載中の作品です。で、単行本はね、現在10巻まで発売中で、なんと5月にはね、最新の11巻が発売されます。そろそろだ。そうなんです。シリーズ累計300万部突破の人気作です。うん、この作品なんですけど、まあ、魔法が使えるのがね、当たり前の魔法界を舞台としたファンタジー作品なんですが、なんとね、ジャンプの公式サイトにもあるキャッチフレーズがこちら。パワーこそすべて、アブノーマル魔法ファンタジー。ま、なんかマッシュルや。これ、マッシュル。うん。これ、ノエルさんが考えたんじゃないんですか。それが違うんですよ、そう。一巻の表紙の彼が、まあ、主人公のね、このマッシュ・バンデットさんです、うん、さんなんですけど、なんとね、実は彼、魔法界で暮らしているのに魔法が全く使えないんですよ。ねえ、そう、まあ、魔法を使えない代わりにね、鍛え抜かれた筋肉、もうとんでもない筋肉パワーで、ね、すげえ、ほら、わかりました。どんな状況でも何とかしちゃう、まさに脳筋、白髪ノエル的な主人公でございます。白髪ノエル的な、うん、少年漫画といえば、まあ、バトルなんですね。熱いバトルということで、確かに魔法と筋力の、ね、ぶつかり合い、これまでの漫画とは一味違う個性あふれる、ね、バトル描写も見どころなんですと。ほう、まあ、もちろん現れる敵はね、とんでもない魔力を持つ魔法使いばっかりなんですけど。そうだよね、やばいじゃん、やばいじゃん、うんうん、ドカーン、ボカーン、ズゴゴゴゴ、バリ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 って感じで、まあね、すげえ強えってなるわけよ。あ、脳筋だね。マッスル、マッスルだね、これは。人形を操る強い魔法使いとのバトルなんだけど、強そう。
まあ、マッシュ君ピンチじゃないですか。ピンチ、うん、この後どうなると思います？やられちゃうんじゃないの？ピンチされるんでしょ。マッシュ君はね、こんな戦いをするんです。引きちぎった人形の頭をこうやってパッてね持って、それをねドカーンっていうボーリング、パッカーン、ボーリングです。ストライク、そうなんです、ストライク、ストライク。いや面白いっしょ。いや面白いよ、面白い、予想外だよね、うん、他にもね、魔法の杖をねパワーで変形させたり、まあ、テニスラケット、そう変形させてテニスラケットにして戦ったりとか。そうそうそう、うん、いや本当にどういうことって思うかもしれないけど、見てみないとね分かんない。気になっちゃってんの、悔しい。気になるでしょ、気になっちゃうの。という感じでね、まあ、ちょっとねここまで、まあ、ギャグ多めなシーンとかお話をしたんですけど、うんうん、まあ、団長がねこのマッシュルで一番気に入ってるポイントをご紹介したいと思います。はい、お願いします。なんだ、少年漫画の王道、仲間との熱い友情です。あー友情、うわー、この表紙、おお三冠すげー、ね、杖の代わりに持ってるものを当たり前のように持ってるじゃん。ダンベルなんだけど、ダンベルなんだ。バトルを通じて出会ったライバルや、まあ、敵としてね拳を交えたキャラクターもマッシュ君の人柄に惹かれてね仲間になっていくんですよ。あるよね、そういうのすごいじゃん。そう、本当にねマッシュ君自身が仲間思いなんでね、仲間が傷つけられた時に怒りを見せる瞬間が本当にかっこいいんで、ちょっと見てもらってもいいでしょうか。こんな無表情キャラが出ない、出ました。すごい、違うでしょ、なんかさっきの逆調なマッシュ君とは違って、もうかかってこいゴミ野郎とかにね、かっこいい、もうギャップ萌えですよ。普段とのギャップに超だってこれでさ、ボコボコにするんでしょ、最高じゃん。そうなんです、筋肉でね、筋肉でボコにしていくと、いや最高やんな。そうなんです、こんな感じすげー、いやとんでもない、すごい毎回めちゃめちゃね面白くて、しかもかっこいい、もう団長もね見るたびに心とねもうこの筋肉、ね、いろんな筋肉がもうパンプアップ、もう震えています。笑いもあれば熱い場面もある作品となっておりますので、うん、ぜひぜひ読んでみてください。これは気になる普通に面白そうという、うん、はい、トップバッターの編集長、熱いね作品への思いが伝わるいいプレゼンでした。続いては相手どんなプレゼンなんでしょう。続いてプレゼンしてもらうのはラプラス編集長です。こちらよろしくお願いいたします。では刮目せよホロックス総帥編集長のラプラスダークネスだ。やめだやめだやめだ言うな。ねっとりしてるな。我が輩のオリジナル雑誌、その名もラプラブダークネスだ。なんか聞いたことあるな。ああ言うな言うな。今回は胸キュンをテーマに作品を選んでみたぞ。少女漫画系が好きなの？じゃあなんかそういう可愛い系。もう別に見ても好きだって。少女漫画読んでたってわかんないか。じゃあまず我が輩が紹介するのはこれだ。2.5 次元のリリサ。おー、2019年6月より少年ジャンププラスで連載中の作品です。おー、単行本は現在13巻まで発売中です。めっちゃ出てるな。結構出てる、うん、そうめっちゃ出てる。ジャンププラスでの閲覧数はなんと1億プレビュー超えの超人気作品だ、はい、マジか。興味ありますとでも。左の露出度もうピンクなんだから。ごめんなさい。物語は2次元のキャラクターリリエルというキャラクターがいるんですけど、うん、リリエルを愛する漫画研究部奥村のもとに新入生の天野リリサが入部してくるところから始まります。奥村がいい思いするのか、これもしかして。この奥村はですね3次元つまり現実の女性には興味が全くない重度のオタクです。あ、いいね。こんなに可愛いリリサちゃんにも興味を示さないはずだったのですが、うん、はい、もうときめいちゃってます。コスプレですねこれ。リリサが趣味のコスプレを披露すると
本物のリレールだ。待って待って。 2.5 次元の女の子にめちゃくちゃ胸キュンしてしまうんですよ、はい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 。さらには奥村に片思いを続ける幼なじみも登場しちゃったりしちゃった。あら、チョコ先生みたいなの来たな。わかる。羽とかね。ここまでのちょっと紹介内容だとちょっとなんかいわゆるお色気ありのラブコメ作品かなって思っちゃったんでしょみんな。だって奥村がいい思いして。そう、ね、そういう系でしょ。我が輩がプレゼンしたいのはこれだ。出現、まさかの激アツバトル漫画に。ライバルが。そうなんですよ。ライバルコスプレイヤーこちらがね、ライバルのナゴミという人でですね、この人はコスプレを仕事にしているプロのコスプレイヤーで、そう、伝説のコスプレ四天王のうちの一人、四天王ですよ、四天王、うん、初対面なのに、なんかリリソにバチバチに喧嘩売ってくるんですよ。あなたはリリエルが好きでコスプレはその手段なんでしょ。私はコスプレが好きでコスプレが目的でコスプレが手段なのね。どっちがコスプレを愛してる。こんだけ言われちゃったらね、もうリリサさんもさすがにね、コスプレに対するね、そう、愛に自信が持てなくなっちゃって、コスプレできないほど落ち込んでしまうんです。落ち込んじゃうのか、うん、でもそんな時、リリサを支えるのはいい思いしてる重度のオタクの奥村なんですよ。いいな、持ってきやがって。マジかよ。リリサならできる。リリエルになるんだ、リリサ。はい、熱い。これは奥村の応援があって、リリサはコスプレの自信を取り戻すんです。おお、うわ、もう見てこれ、オーラがちげえや。始まる。これよ、完全にバトル漫画始まるやろ、これ。リリエルになってる。始まっちゃうね。そう、ここからね、どちらがカメラマンたちを魅了できるか、そしてコスプレを楽しめるかの熱い戦いになっていくんですよ。コスプレってバトルになるんやな。いいね。すごいですよね。ねえ、なごみの他にもね、もうめっちゃ可愛いコスプレをたくさん、たくさんいるんでね。上真ん中の子は絶対ギャップみたいな、コスプレしたらすごい可愛いよね。そうなんですよ。気になるこの子。やっぱ熱い展開とか泣ける展開とかもうそれぞれにあるんで、今ここの表紙に映ってる子たち、コスプレイヤー同士の熱い友情、完成度を磨き上げる努力が書かれた、まさにジャンプの王道を行く作品になっています。あれ、なんか胸キュンじゃなかったテーマ、なんかこの雑誌的に。いやいや、もうだから読者が手っ取り早く胸キュンできるお色気シーンたくさんあるから。胸キュンの意味がちょっと違うんだけど。見てください、これやばいっしょ、これ。大丈夫ですか、これ。もうのす肌色、もうめっちゃ、うわっ、黒いし、もうこれもう見えちゃって、見えちゃってる、見えちゃってるね。貴様らも見たいんでしょ、画面の前の貴様ら。セクシーシーンをカラーにしたセミカラー版も現在販売されていまして、こちらの漫画気になった人はぜひ買ってみてください、うん。コスプレから始まって熱血になって胸キュンスケベみたいな、そういう感じだったな。すごいな。続いてプレゼンしていただくのは、はい、水星編集長です。よろしくお願いいたします。水星のごとく現れたスターの原石、アイドル VTuber 兼一日編集長の星町水星でございます。皆様今日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。すごい。はい、今日はプレゼンを楽しみにしてまいりました。私のオリジナル雑誌はコミックコメットでございます。いいね、コミコメ。ちょっとね、ミステリアスな感じでね、秘密をテーマに作品をセレクトしてみました。雑誌のこの見出しを見ただけで皆さんちょっとドキドキと、どんなものが来るのかなと思っているかもしれませんが、うん、まず紹介する作品はこちら。はい、推しの子です。原作はかぐや様を告らせたい天才たちの恋愛頭脳戦も、連載中の赤坂赤先生、作画は横槍めんご先生という豪華なタッグでやっております、うん、すげえ。週刊ヤングジャンプ、そして少年ジャンププラスにて連載中です。いちゃんは、ジャンプラで見ております。おー、単行本は現在7巻まで発売中で、7巻か。なんと累計発行部数300万部突破。すげえ。
そして次に来る漫画大賞2021コミックス部門第1位の話題作、もう来てるってことだよ。2021年超来てます。アイドル芸能界の裏側を描くミステリー作品、ミステリーなんですよね、こんな可愛くて。もうね、やっぱね、我々アイドルじゃないですか。はい、まあまあ言っちゃえば、言っちゃえば、読みたくなっちゃって、読んでみたらこれが本当に面白いと、うん、だからもうこれはね、皆さんにぜひ、あの画面の前の皆さんにもぜひおすすめしたいなと思ってプレゼンポイントまとめてまいりました。お願いいたします。はい、こちらです。何を話してもネタバレ、プレゼン泣かせの作品。はい、確かに確かに泣かせということで、何も話せません。難しいぞこれ。この作品本当に秘密が多くてですね、はい、絶対に内容知らない状態で読んだ方が楽しめるので、逆に言えばまだ読んだことのない画面の前のあなたはめちゃくちゃラッキーです。確かにそれはそう、うん、通販番組みたいになってまいりました。いや、まあ、いいと思いますよ。まあこれだとちょっとね、あんまりなので、ちょっとあらすじを紹介したいなと思います。よろしくお願いします。この世界において嘘は武器だっていうキャッチコピーがあり、こちら公式に発表されている一巻のあらすじでございます。あ、結構でも短い。ここから読み解ける推薦ポイントその1。はい、急に来た急に。この世界において嘘は武器だとありますよね。はい、でそしてこの表紙の女の子がそのアイドルの星野愛ちゃんなんですけど、はい、アイドル星野愛はスターダムを登り始めていたということは、はい、うん、アイドル星野愛は嘘つきなんです。そして物語の冒頭からなかなかの嘘を抱えているんです。全員見てるけど、全員見てます。なに、それ既読です、皆さん。、うん、だってみんなさ、1話とかさ1回読んでどう思った？いや、推しの子だわってなった。タイトルすげーってなった。タイトルや、いや気になりますね。で、私が好きなシーンが、お、あのね、推しの子のこのタイトル回収で2、3回ぐらいされるんですよ。そうだね。で、この推しの子って秘密は隠されてるんだけど、でもいろんな意味があって、うん、なんかそのタイトルの回収シーンが来るたびに、ってなるんですね。そう、もうストーリーが進めば進むほど驚きの連続。気になった人はこの機会にぜひ読んでみてください。うん、全然情報出てないけどね、確かに。やっぱパワー全開でいかせていただきます。はい、うん、少年マッスルの2つ目の作品がこちら、うん、ダンダダンということで、できましたね。ダンダダンです。ダンダダンダンダダンは2021年4月より少年ジャンププラスで連載中の作品です。書いているのは辰幸信先生で、まあ、単行本は現在4巻まで発売中で、5月に5巻が発売されます。ね、全国書店員が選んだおすすめのコミック2022 1位に輝く今超話題の作品となっております。いや、高校生のあの綾瀬ももちゃんと、あの高倉健くんが、高倉健くんなんか聞き覚えがあるの。高倉健くん、幽霊や、ね、宇宙人ユーマなどとの戦いを繰り広げる、まあ、ド迫力なオカルティック怪奇バトル漫画となっております。いいね、なるほど、今見たね。なんかでは、まあ、団長がねこの作品を選んだ理由がこちらとなります。圧倒的画力、絵のパワーが強すぎる。強だ。そうなんですよ。まあ、これはね実際見てもらった方がちょっと分かりやすいと思うんで、うん、こちらをご覧ください。はい、カリということで。すげー、めっちゃ細かい。すごい、ね、そうでしょ、絵が上手すぎる。さらにね、こちらもご覧ください。はい、うわ、あ、うわ、すげー、どうしてこういう格好になったっていう気になるところもいろいろねあると思うんですけど、これ絵だよ。絵なのにもアクションシーンの躍動感が半端じゃないじゃん。すごい、わかるわかる、映画見たい。すごい、うわ、すごいし細かいし、すごい。この絵を見て皆さん何か気づくことってありませんか？え、何？
なんだ、電車に乗っている。まずヒントを言うと、うん、まあ、他の漫画作品ならあって当たり前のあれがないんですよ。あ、わかった。お、え、なに、あれ、あれだ、効果音、ドド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 みたいな擬音。確かに。そう、そうなんです。そう、ドンとかゴーゴーとかさ、バーンとか、そういう擬音が描かれてないんですよね。すごい、確かに。わかる。でもみんな伝わるよね。完全に絵だけで、そう、全て表現されているという。鳥肌立ったわ。言われて気づいた。ドンドドンなのに。セリフがね。ドンドドンの。確かに、ドンドドンなのに。この圧倒的画力について、あのね、ポルカさんも激推しのあのチェーンソーマンを生み出した天才、うん、藤本たつき先生もね、こういうコメントしてるんですよ。少年漫画でトップクラスの画力。すげえ。ねえ、たつ先生は藤本先生の下でメインアシスタントをされてた時期があったらしいんですけど、細かさがね、なんとね、この藤本先生がアシスタントの達先生の絵から影響を受けてたっていう噂もある。本当にすごいいいな、それ、すごいつながりだな。少年漫画トップクラスの画力を誇るダンダダンでした。はい、ありがとうございました。熱量がとにかくすごい、パワーだ、これこそまさに。ラブラブダークネス2作品目はこれだ。わ、メイちゃんの羊デラックス。デラックス、デラックス、そうです。皆さん、メイちゃんの羊は聞いたことありますよね。はい、あります。聞いたことあります。2006年からマーガレットで掲載され、テレビドラマ化もされたメイちゃんの羊の続編になっております。うん、そうそうそう。単行本は無印が全20巻、デラックスは現在17巻まで発売中です。デラックスだな。待って、そう、ね、現在、うん、そう、まだね、全然続いてます。そう、シリーズ累計発行部数なんと750万部超え。うわー、すげー。はい、レジェンド。すげー。17年にわたって続く不朽の作品となっております。メイちゃんが通うお嬢様学校、うん、はい、聖ルチア女学園は学費なんと年間1億円。え、生徒には必ず羊がつくという規則があって、もうこれがこの作品のもうめちゃめちゃ重要な胸キュンポイントなんです。メイのイケメン羊柴田兄弟に胸キュン。え、2人も？そう、2人なんですよ。2人で、どうこれ。しかもね、これ兄弟なんですよ。第一羊である兄の柴田理人さん、これ左側の黒髪の人ですね。この方、羊界最高峰 S ランクの称号を持つ完全無欠な男性なんです。羊界ランクあるんですね。そうなんです。右側にいる金髪の男の子、これが第二羊の弟柴田健人くんです。はい、第二羊。メインの、そうそう、メインの幼馴染でメインに思いを寄せてる A ランクの羊。あら、そう、健人さん、カマセで終わったら泣いちゃうんだけど。ちょ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 いや、まだ希望は残されてる。なんならまだ連載中なので。そうなんだ。まだ決めてません、どっちか。嘘でしょ、メイちゃん。メイちゃんの羊デラックスはね、メイちゃんが18歳になったこともあって、ちょっと無印よりもちょっとなんかドキドキ過激なシーンとかもあったり、えセクシープレゼンないかなってみんな期待してたんでしょ。いや、胸キュンってだからさ、なんかちょっと違うよね。ちょ、ラプちゃんと今、うん、ワンちゃんもしかしたらバーンされるかもしれないから、先輩たちだけど。え、キャー、ちょっと待って、リヒトさんもしかしてムッツリ。いや、リヒトさんバチバチバチのムッツリですよ。え、でもこれあのスケ感が、スケ感がって言ってる。まあ、これ以上言ったらちょっとみんな気になって買わせた方がいいから、我が輩は真面目に売り上げに貢献します。みんな買ってください。はい、まあね、はい、すごいわ、花びら舞ってるもんだって。秘密がテーマのコミックコメント2作品目はこんな作品を選んでみました。はい、こちら、花は咲く修羅のごとくです。おお、初めて聞いた。はい、なんとね、これ初めて聞いたという方がいても無理はない。なぜならウルトラジャンプで2021年6月から連載中、最近だ、本当に最近なんですね。で、単行本は現在1巻が発売中。
で5月に2巻が発売、本当に最近1巻が発売されたんですよ。響けユーフォニアム、アニメにもなりました、あの、うんうん、響けユーフォニアムの武田彩乃先生が漫画原作を務めた初めての作品で、そして漫画はですね、ムッシュ先生が担当されております。はい、ちょっとねホロライブともいろいろ関わりがあるムッシュ先生なんですけれども、すごくねイラストが可愛いんですよ、表紙見ても、うん、かわいい、めっちゃかわいい。私の推しがあのこの上の女の子、水木先輩って言うんだけど、え、女の子、これ女の子、これ女の子なの、そう、これ女の子なの、え、そうなの、めっちゃイケメンじゃん。いいいい、最高。え、お気に気になってきたよ。そう、ちょっと、もう読みたい、もう読みたい。私が本当に今これハマってまして、一押ししたいんですよ。で、この作品の秘密が何かって言いますとね、秘密あるんか、それはなんと、なんと星町水星が一巻帯コミに登場しております。いや、なんだって秘密、なにこれ、秘密だって、推薦コメント書かせていただきました。登場人物の表情や吹き出しから自然と美しい声が聞こえてきます。表現力を表現する天才作家人による鬼強い一作です。ほー、どうでした私の朗読は。ちなみに朗読いい感じ、いい感じ、スッって入ってきました。うん、そう、漫画では珍しい朗読を題材にした作品だったんです。朗読伝えるの大変そう、難しそう、すげえ。この作品漫画なのに音や朗読がね聞こえてくるんです。で、特に聞こえてくるシーンがこちら。うわー、すごい、すごいよね。もうこんな感じで朗読した情景を絵で表現することで、読んでる側もどんどん引き込まれて、耳ではなく自分の目、頭の中から朗読がね聞こえてくるっていうね。これはいいね、面白い。特に好きな、そう、ホワホワした花ちゃんのこのこのね、すごい、朗読してる時のこの顔がすごいんですよね。表現してる。そしてね、やっぱね、響きユーフォニアム見てた人はわかると思うんですけど、はい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 、部活青春来ました、女の子を描くのが上手な武田彩乃先生のストーリー、うん、はい、朗読が好きな主人公の花ちゃんは高校入学を機に放送部へ入部します、うんうんうん、花ちゃんが放送部に入ったきっかけっていうのは、うん、放送部の部長のうっすら水木先輩っていう人が花ちゃんすごいグイグイ引っ張ってくれるんですよね。かっけー、花も水木先輩がいるから朗読を頑張って自分好きになろうって成長できたりとか、青春のエモい感じとかもね感じられる一作になっています。絶対これからね盛り上がっていく作品だと私思っていますので、皆さんもぜひ読んでみてください。すぐ追いつける今がチャンスだと思いますよ。確かに、ありがとうございます。最高でした、今回のプレゼンも。さすが水星編集長、ありがとうございます。はい、よっしゃー、うん、パワーパワー少年マッスルだ。3つ目の作品はこちら、はい、はい、姫様拷問の時間です。好き、これあ、好き、美味しそう。一見ねちょっとタイトルが物騒なんですけれど、はい、まあ、こちら2019年4月より少年ジャンププラスで連載中の作品でございます。はい、うんうん、はい、で単行本は現在8巻まで発売中で、5月に9巻が発売されます。5月暑いな、暑いね、うん、暑い月だ。団長と同じ騎士団長が主人公、はい、姫様、はい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 、団長なんだ。まあ、魔王軍により囚われの身となった騎士団長の姫、残酷な拷問の時間が今始まるっていうねあらすじになっております。やばいのに、でも表紙はめっちゃポップなんだけど大丈夫？確かに、ちょっとね、まあ、気になるよねこの大きな美味しそうなラーメン。なんこれ家系じゃね？残酷な拷問ってね怖いけど、まあ、みんな気になったんじゃないですか。まあ、その様子をなんとね今回紹介したいと思います。はい、ではこちら、どう？あー、ほっかほっか、なんだこれは。なんとね、魔王軍の拷問、そのほとんどがねなんとグルメなんですよ。グルメ。国王軍のね秘密を聞き出すために、うん、魔王軍がね、まあ、食欲に訴えかけてくる拷問をしてくるんですが、うん、まあ、姫もねその必死に、まあ、拷問耐えるんですよ。頑張れ、うん、姫くするな、でも、うん、なんとなんと、くするなよ、彼
感覚する。これがね、しかも、なんだ、毎回続くんですよね。毎回姫が毎回拷問に屈してしまって、それをね、まあ、楽しむっていう癒しのギャグ漫画となっております。いいな。団長がこの作品を選んだ理由、まあ、それはね、もちろん、グルメパワーということで。パワー強すぎる。それは抗えない。ここで特にグルメパワーを強く感じた神拷問メニューベスト3を紹介したいと思います。3位はデデデン、アップルパイです。うわー、絶対サクサクしてる。しかもね、これでも姫様頑張ってね、耐えるんですよ。そう、えらい耐えるんです、この美味しそうなアップルパイ。でもさらにね、これ追撃が来るんですよね。何？こちらアイスを添えるというね。いやー、もうね、この追撃に、なんとなんと、これには食べたいです。もうね、屈してな。来ちゃう。屈しちゃった。団長も食べたい。第2位はドドン、お寿司。はい、屈し、はい、屈します。早い。いや、いい顔してる。お寿司は屈するよな。美味しそう。団長ね、ちょっとお寿司、わさびがね、ちょっと苦手なんでね、わさび抜きでね、ちょっとお願いしたいところなんですが。キッズじゃん、キッズ。わさびも美味しいぞ。1位は、もうみんな大好き、ドドン、カツ丼です。はい、失礼します。これはノエルっぽい。アイクス。だからでも、中身見たい、中身。見せてるなと分かっていつつ、秘密を教えてもらわないと食べさせれませんから。確かに。なんかさ、誰か秘密一個教えてくれよ。ない。我が輩でも何もないよ、秘密とか。精錬潔白。ないっすね。ないっす。じゃあ団長が言えばいいんじゃないですか。団長。まあでも団長は、まあカツ丼よりも牛丼が好きかな。知ってるよ。じゃあカツ丼だね。取り上げちゃいます、カツ丼。カツ丼の中見ちゃいます。見ちゃいますか。はい、そんな感じで、どうぞ。いやー、美味しそう。うまい。もうダメだ、お腹すいた。もうちょっと逃げる。我が輩は逃げるだろ。苦しい。ちなみにね、姫様はね、まあ、度重なる拷問で完全に胃袋をね、掴まれてしまいまして、なんと魔王軍ともね、仲良くなっちゃうんです。いいんだ、これで。これでいいよ。この世界の拷問ならね、ずっと受けててもいいかななんて思っちゃうね。団長でありました。グルメパワー強強な姫様拷問の時間です。でした。はい、ありがとうございました。お腹すいた。もう帰ろう。お腹すいたね。最高。ポルカも大好き。お腹すいた。ラブラブダークです。3つ目の胸キュン作品はこれです。ハニーレモンソーダ。かわいい。話題の作品じゃん。シナリオで見たことある。ハニーレモンソーダ、2016年からね、我が家の大好きなリボンにて連載中の作品です。単行本はね、現在まで19巻と番外編1巻が発売中です。めっちゃ続いてる。累計発行部数は900万部を突破しております。なに、人気。去年の夏に実写映画化しております。あ、見た。それか。なるほど、なるほど。いいじゃん。この表紙の二人、主人公の石森うかちゃんと三浦海くんの甘酸っぱい恋を描いた王道の胸キュンラブストーリーとなっております。あら、まさにハニーレモン。そう、我が輩も大好き。もうこういうのも。我が輩がおすすめするポイントはこれです。こそ読んでほしい。主人公の成長に感動間違いなし。成長するんだ。これ陰キャだから刺さるな。じゃみんな見ようっていう。主人公のうかちゃんは内向的な性格から中学時代、いじめを受けていたんですが、そんな自分を変えるために自由な校風の私立はちみつ高校で一歩一歩成長していく姿にマジで感動するっつ話ですよ。大丈夫なん、そんないきなり自由なところ行っちゃって。そう、これがまずうかちゃんの初めの一歩なんですけれどもね。こちら、これがね、はちみつ高校の一般的な生徒になります。うわー、ギャル。まあ、もう陽キャ、陽キャ。
今まで引っ込み思案だったうかちゃんは最初本当にクラスに馴染めてないんですけど、そんな時にねやっぱ毎回うかのことを助けてくれるのがイケメン陽キャ王子の三浦海くんなんです。イケメン陽キャ王子見てもなんでよ、どうしたのよ、よくできました。普段ね無表情で塩対応なんだけど、困ってる人は思わず助けてしまうヒーローみたいな男の子なんですよ。もう、へー、石っていうあだ名でいじめられてたうかちゃんに言葉をかけた、かいくんらしさのあるあふれるシーンを紹介するんですけど、ちょっとポルカさん、何、ちょっとうかちゃんのセリフを読んでもらっていいですか。え、私うかちゃん、え、うん、そう三浦かいのセリフを読むのでね、うんうんうん、今までの自分に引きずられなくていい、石でもお前は宝石なんだよ、もっと欲張れ、前に進め、今まで関わってきた奴らを上から見下ろすくらいの覚悟で、もうお前の幸せは始まってる。苦しかったあだ名が宝物に変わってくあれ出てきたけど、なんか今夢が増えました。長くかかると思います。でも三浦君には迷惑かけません。これ旗から見たら俺がいじめてなんか知ってるみたいに見えるな。そうかな、耐えられない、笑わったね。いやもうだからかっこいい、どうですか、胸キュンするでしょ。いや石をね宝石って言ったのはね、やばいっしょ。そうだね、やばいっしょ。カイ君ポエマーだから、マジでポエマーポエマーいいな。もうカイ君の支えもあって、うん、クラスのね陽キャたちと友達になったり、キラキラした学校生活を送っていく姿を見ると、ちょっと我が輩も頑張らないとなって、ちょっと励まされた気持ちになりますね。そうなんだ、かわいいじゃん、なにゃつかしちゃんかわいいじゃん、なんでだよいいじゃん。いやもうね、なんかこの後ねうかの声の行方どうなっちゃうの、もうみんな買って読んで感想を言ってよろしくお願いします。コミックコメット3作品目、秘密といえばね、皆さんご存知この作品でしょう、うん、おスパイファミリー、出ました、好き好き、はい、みのゆりさんこれ読んでますか。もう読んでる。アルプラさんこれ読んでますか。めっちゃ読んでる。あ、ポルカさん読んでますか。読んでる読んでる、あ、もうこれはみんな読んでます。こちらはですね、少年ジャンププラスで2019年3月から連載されております。単行本は現在9巻までが発売中で、うん、この漫画がすごい2020男編1位に輝きましたと、うん、そしてね今年4月からアニメがスタートしてまして、今まこれがますます人気になっていくと間違いなしの、今最も注目されている作品と言えるでしょう。凄腕スパイが作った秘密を抱えた家族が受験と世界の危機に立ち向かうコメディ作品となっています。受験と世界です、受験と世界の危機か、はい、大事です、受験大事大事大事、はい、この作品を選んだポイントはね、こちらです。一人一人がハリウッド級秘密を抱える家族の魅力がすごい、ハリウッド級すごい。どういうことかと言いますと、凄腕スパイのコードネーム黄昏って言うんですけど、黄昏はある重要人物の動きを探るため、重要人物の子供が通う名門校潜入の任務を言い渡されます、うん、そのため必要だったのが家族、こんな感じで結婚して子供をこさえろというふうに上から指示を受けまして、しかもその猶予は1週間、なので急遽ね、かりそめの家族を作るんですけど、そのメンバーがめちゃくちゃ濃いんですね、これが。はい、父、先ほどのロイド・フォージャーさん、表の顔は、精神科医、裏の顔は敏腕諜報員、黄昏、かっけー、幻想の名人で100の顔を使い分けるというね、このお父さんですね、かっけーですわ、ほんとに。母、ヨル・フォージャーさん、裏の顔は、凄腕の殺し屋、殺し屋、バラ姫、とても強い、とても強いね、強い、めちゃめちゃ強い。で娘アーニャ・フォージャー、うん、裏の顔は心を読む超能力者、すげえ。ワンちゃん、はい、犬ボンド・フォージャー、ワンちゃんにも秘密が、表の顔
フォージャー家の番犬、岩の顔、軍事研究所の実験台で予知能力を持つというね、うん、イエーイ。犬までもがやばい、表と裏の2つの顔を持っているんです。どうですか、この中だったら誰でもハリウッド映画の主役になれるくらいのキャラだと思いませんか。確かにみんなもう自分の秘密を隠すことに精一杯になって、もう人のことそうなんですよ、目一人一人分かってないんですよ。だからさ、絶対さ、黄昏さんだって普段の凄腕なところを見せれば、うん、夜さんが殺し屋なんてことは絶対分かると思うんですよ。確かに、うん、でも気づかない。気づいてるのは娘のみと、あいうところが ね、 いいんですよね。で、私この漫画で一番この漫画を表してるなって思うシーンがあって、うん、ロイドさんが、うん、その偽りの家族になるっていう時に、うん、前の仕事で盗んだ指輪をヨルさんにプレゼントしようとするんですね。で、それがなんかちょっと追手に追われてな、うん、くしちゃって、うん、あでもでもとっとと婚約しなきゃみたいなっていうことでグレネードのピン外してポイって投げて、そう、そのピンをヨルさんの薬指に結婚してくださいってはめるのがもうなんかすごい。で、後ろではドーンってなってる、表してるね、結婚指輪ね。めっちゃいいよね、あそこすごいいいよね。もうこの漫画の全てを表してると思う。スパイファミリー表してるわ。スパイファミリーですよ、うん、これが本当に大好きなシーンなんでね、見ていただきたいなと思いました、ね、はい、はい、秘密が全ての物語の鍵を握るスパイファミリーでした。はい、ありがとうございました、うん、全プレゼンが今終了いたしました、うん、皆さん今日振り返っていかがでしたか、どうでした。いや、紹介できてすごい楽しかった、うん、いや漫画のいいな、推しを布教してる気持ちになってたね。わかる、みんなさ自分の時のさ入れ込み用がやばい。みんなめっちゃ見たいと思ったやろっていう、こちら、うん、番組の冒頭でもお知らせいたしましたが、もう一度、一日編集長たちが選んだ作品が読める雑誌、こちら4月25日月曜日に主演者さんの漫画を取り扱う各電子ストアで無料で配信されちゃいます。気になった方ぜひ読んでください。初めて知った、マジで初めて知った、びっくりよ、これすごいでしょ。マジすごいよ。今回プレゼンしませんでしたが、実は私オマルポルカセレクションの雑誌も作っていただけたそうなので、よかったです。ポルカもいつの間にっていう感じだったんですか。はい、こちら掲載作品はデビザコルシファーは負けず嫌い、怪獣8号そしてタコピーの現在となっております。ポルカの方はなんか詰め合わせセットですね、もう本当に今話題作、そしてこれからもずっと話題作、うんうん、こちらもぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、これからもみんなで集英社さんの漫画を